まあそうだよな。重要なのは民間人を殺すな。ダイパックは2人で一気にやる。よし。でもバチバチにやるってどのタイミングからやるそうだよね。の？ あんまり早くやったら後々きつくなるかお、ちょっな。やとべ待っやて待って待って。べやべ。ピピピピピ。でもさ、まあ、警備員を、まあ、事前に倒しても別に構わんけど、結局これだけ民間人がいるんだから、いつバレようが同じことだと思うんだよな。あ、じゃあマスクしないとダメだよ。このじゃあ、おとり使わね。まあ、使ったことないから。やべ。ああ。仕事だい。ピンピンピン。俺は全員伏せろ。今回はリボルバーを使う。あとはテルミットが投下されると待とう。リボルバー同時2発か。ああ、使いいわこれ。SS サイトつけた瞬間すげえ使いやすい。そんな変わったね。てかこの武器もね、アイアンサイト死ぬほど見にくいんだわ。ああ。じゃあそっか、このモード、その赤のキーカードとか青のキーカードってのは、ステルスの時だけ必要なんだな。それ以外はあっても不要なんだな。にポリスがいる。平野ポリスはね、柔らけんだ。あ、硬化されたかな。あ、硬化ポイントがマークされてんの。見てくるわ。早く。あ、来た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 。テルミットが落とされた。待って、俺グレー投げる場所ミスった。危ね。これ NPC に任せて。テルミット設置。あべ、リボルバ強。マジ？ うん。着火 OK。 まあ弾は節約しとけよ。これ角間が欲しいな。 SA ワンマグが小せえ。いいじゃん、スパンって感じじゃん。嘘。これはいいな。あ、テルミット落ちてきた。うん。あぶね、苦テーザーだ。なんだっけな、ビリビリさせてくるやつがテーザーで、やたら硬いやつがブルドーザーで、操作不能になるキャラクターの名前を忘れてしまった。なんだっけ、スリーパーだっけな。ね、名前調べておこう。ほら、テルミット運んでくれ。え？マップに映ってるだろあ、1個だけじゃなかったのか。これね、1回、一度に2個落とされる。あ。叩かないと給料出さねえぞ。ちょっと給料泥棒だから。危ねえ、スプリンクラーお、使わやれるばとこすだっぎた。だろ。ああ、いいわ。サイトがあるだけで最高に使いやすい。ああ、もう。盾は目を打つだけで簡単に打たれる。簡単。
まあ結局幹部の貸金庫ってどれやねん。それだけわかんねえ。あれかな、マネージャーオフィスにあったあのミニ金庫のことでいいのかな。あ、テルミット落ちてきた。また落ちてくんのか。あんなのなの。いや、わからん。俺ちょっとテルミット1個運んで設置したらあの金庫開けとくかな。あ、やい。あ、てか知ってるかもしんないけど、走ってる時にしゃがむボタンを押したらスライディングできるよ。ああ、できるできる。スライディングは前作になかったと思うんだけどね。スライディング何に使う？遮蔽に早く行きたい時。かっこいい動きができる。かっこいい。これは貸金庫ではねえんだよな。あ、ちゃった？うん、だって完了とか出ないし。こんばんは。ああ。あ、て、やばい、スプリンクラー稼働させられてる。あ、また？さっき止めたばっかなの。よろしく。あ、今度はスプリンクラーそっちにあるのか。うん、スライディング派コットミンに喜ぶ仕様だと思う。でかかいだいってさん出てたんだ。ヘイデイはね、来週発売ですね。楽しみだわ、製品版が。ベータからの製品版の期間が短いって、なんかなんだろう、いいな。まあ今あの開発元が結構ね、金銭的にピンチらしいからね、あのテイクマイファッキンマニーしないとね、あのまずいかもしれない、シリーズの存続が。またスプリンクラー動いてるぞ。またかよ。やべやべ、俺が止めるわ。どれだスライパー。あーね、これ先行体験版か。これベータですね。やべやべやべ。あ、開いた。あ、クソエムじゃ。よし、じゃあ大パック開けよう。あ、俺ピックで開ける。まだ大パックやったことないけど。あの、光ってるところに長押しするだけ、インタラクトで。ああ。いくよ。はい。これ。はい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 。オッケー、全部終わり。てかさ、現金の束にさ、これ預かってる金だろうにさ、うん、そんなブーピートラップ仕掛けんねん。いや、すればいいと思ってんじゃねえ。というか、平野警察派何してんだ、ダブル。平野警察はね、職務怠慢。職務怠慢。まさにそれ。ちょっと俺回収地点見てくるか。エリア一掃か。ちょっとまずバン読んどくわ、敵がいないうちに。OK、バリケード下ろした。やべやべ、ちょっと。もしかして、うん、また律儀に中のピッキングをやってんのかと思ったけど違うのか。あ、そうそうそう。あ、やっ、現金盗まれないように。やっといていいよ、俺が敵を狩る。窓から投げてくる。現金はね、一箇所に集めるが。
番良い。すでに持ってる。おね。お。わ、あっちに武器降りたか。俺グレポンゲットしたからこれで敵を一掃する。え、あ、これ道路側から裏路地側、道路側でいいか。今回は裏路地じゃない方だと思う。あ、行って。やべ、ブルドーザ。こんな簡単に警察を圧倒させる銀行強盗を染めてみたわ。ボットなら一人は死ぬパターン。あ、なんだあいつ。スナイパー。わ、勝ってー、ブルドーザー。あー、行動不能やろう。勝ってちょっと金の方はよろしく。こっち何言ったじゃん。金の方だいぶやばいけど。マジ？こっち大体片付いた。あ、そっち行くわ。あー、待って、 NPC が。また来たか。購買アサルト A は、あれ金ない、全然ない。それ兵士に盗まれてない？あ、ちょ、 NPC 何してんだ。死んでる？え、クソエム。シールド持ち弱すぎダブル。あ、ちょ、クソエム。動画楽しませてもらってます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ちょ、やべやべ、弾なくなった。よってや。はい。はい。はい。弾薬回収しよう。あ、ちょ、NPC 交流されたんだけど。お、こっちの NPC、現金1個背負ってひたすらついてくる、なんか、ペットになってる。やべ、弾で。あぶねえ。あ、またしゃがめなくなってるよ。もうわけわかんねえバグ、マジで。ちょ、いって。グレポン、あ、ちょっと待って、死ぬこれ。死ぬ？アップで。俺今、走れないバグになってるから、ちょっと。マジ？耐えて。マジ。遮蔽に隠れることができない。よし、オッケー。舞台片付いた。あ。走りたい。ちょっと走れないからさ、カバンの効率 最悪なんだけど。え、今合流する。あ、治った。治った。謎のバグだな、それ。バックを持つの治ったわ。ピッキングも全部終わってる？あ、やってない。あ、やってない。まあ、いっか。何もやってない。これまた兵士来ちゃうし、今回はいいや。行って。あ、ブルドーザ。どうぞ。一人死んじゃった。ちょっと待って、これもかなり体力やばい。あぶね。あ、つーか、あの回復キット出してくださいよ。しょうがねえな。私も割と死にかけっすよ。出してるよ。いけ。待って、これ地下いけるか俺これ。あっぶね。あれ、現金盗まれね。大丈夫。盗まれないかもしれん。ちょっとどうさ買って。そういえば俺グレポン要請したんだけど、どこに行ったの？グレポンね、よくわかんない。あ
キモいこのスプリンターセルみたいなやつ。かわいい。ですね、やっぱ。クソエムが過ぎる。ライフ補充できるかな。よし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 。これ本当に横移動すると全然弾当たんないね。そうなんだよ。やべ、弾がね、弾ね、あの このトラックの方に置いてある。もうちょっと車体にかけてよ。やべえ、助けて。ないないない、行動不能ね。行動不能です。助かった。あ、ちょっとさっさと現金積みて。俺がなんとか現金を積む。あ、貴様バック投げのプロだな。何？え、2個ずつが一番効率いいってことに気づいたの。わあ、はもう弾んでるよ。バック投げプロだよ。バック投げプロ。やばい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 。やばい。グレ飛んできてる。ワンマグ13発は少ないな。最大3って角間があるの？それ13しかないんだ。そう、たぶん角間は角間もあるよ、ね、できると思うな。帰るか帰るか。ちょっとすごい地獄絵図。ちょくっせ。帰れる。大丈夫大丈夫、いける。はい。あのガス体力減ってるし。いや、なかなか荒々しい仕事だった。あ、ほら57万でかい。お、やばやば、あんなバチバチになってるのに57万。完全ステルスより稼いでるけど、どうする。いやこれ大パックのおかげさ。ああそうか、そうだから大パック解除するしないでこんだけ額変わってしまうし、でしかも今回壁のピッキングやってないじゃん。やってない、やってなくて。これそう、壁のピッキングもやって現金のバック手に入れたら多分60万ドル超えると思うけど。やばいやばい、うめえ。ヒロムマがないのかよ。フプスゲーならつけてほしいわ。ああ、いや角間側あるんだけどアンロック条件がしんどい。この武器全然レベル上がんないし、レベル5なのにこれエクステンションマガジンレベル24まで上げんとないっていうね。きついて、それは。初期武器28、うん、やば。初期武器28なの？マジか。28だからあるのか知らないけど、パークでリロード早くなるようなやつがあんならそっちに切り替えるのも手かもね。いやー、マガジンでリロード早くなってっからな。まあこの辺は製品版に交互期待。